はい、兵庫県立大学に応じております。次世代編の一応、若手で集まりなさいと言われて、大体35ぐらいまでと言われて、私、指名されたんですけど、その時点でもうすでに35で、だいぶ超えてまして、なぜか年上だったもので、年上だったもので、まあ、代表しなさいということで、まあ、代表させていただいております。それで、川原さんとはですね、大学時代に一個の先輩で、隣の研究室でいろいろ、まあ、アホなことも、したかなというような中で、言いたいことも言いやすいので、なんか、学芸さんのセミナーのホームページの方では、なんか、議論の唇を切るという役割を、与えていないと思いますが、ちょっと議論をですね、うまくつながるかどうか分かりませんが、していけたらなというのは、ちょっと続けます。それで、私の方、レジュメをこう、なんか、用意してきました。大体これ、基準にして、話をしていきたいなと思います。まず、ざっとまだ、川原さんの、プレゼンを聞く前に、ざっとまちづくり市民事業の川原さんの部分だと、佐藤先生ですね、感動ですけど、ところを読ませていただいて、まあ、ざっとした印象を前に思ったことをばっと書かせていただきました。で、私、早稲田にいたんですが、7年くらい肌で経っていて、だいぶなんか議論している中身が変わったなという印象を受けました。で、7年前くらいはですね、まちづくり中間セクターとか中間支援組織って皆さんもまちづくり系の方はよくご存知かと思いますが、そういうそのインターミディアリーがどうあるべきかみたいなその関連的な議論が結構なされていたような印象を受けていました。で、そういう組織が新しい工業になるんだみたいな議論だったと、まあ、ざっくりとそういうことかなと思うんですが、まあ、7年経って、離れて、まあ、このまちづくり市民事業っていう本を眺めた時に思ったことが、まあ、7年間実践をこう積み重ねてきた結果、こういう概念というか方法論というかそういうものに至ったんだろうなというふうに思いました。で、今日の川原さんの、なんていうかプレゼン聞いてもですね、小さな社会実験をちょっとずつ積み重ねて、ちょっとずつとかちょっとずついろんなことができるようになってきているみたいなコメントが結構あったと思うんですけれども、そういう小さな実験の積み重ねをしながら、仕事をプロジェクトしながら仕事を若干ずつ生み出しながらそれをローディングさせていって、まあ、街のこうある一部分なりを空間的に再現していく、そういうものを、まあ、経済的にも成り立たせながら、事業化していく、まあ、そういうことを、まあ、中継市民事業で呼んでるんだなというふうに、まあ、理解しました。で、まあ、そういう意味では昔に比べるとやっぱり、まあ、事業って言ってるだけあってお金の話が随分となされてですね、私たちが議論をしていた時よりも専門家が、何人か紹介されていましたけれども、組織研究所に入ってですね、かなり具体的に動かしている印象があるなというふうに思いました。それからかなり昔に比べてローカリティを議論するようになって、隣の研究室、五島研究室って言ってたんですけども、この五島研究室はローカリティバリバリの研究室で田舎のこといっぱいやっていて、どっちかというと佐藤研は隣の研究室で都会のことを出発してやってる印象があったんですけども、なんかだいぶローカリティバリバリになっていたかなというふうにも思いました。まあ、川原さんの話、プレゼンの中にもですね、まあ、地域の資源ですとか需要、地域のニーズにどう答えているのかっていう議論がありましたけども、まあ、そういうところは昔の佐藤研ではなかなか聞けなかった論点が出てきていますというふうに思いましたし、その辺のこの、まあ、事業の中、地域の、まあ、ニーズに応えていくっていうところは、まあ、今日の都市の作る仕事の方もですね、かなり共通した、まあ、働くのにキーワードが出ていましたが、そういうところが、まあ、今現在その、まあ、専門性を振りかざして働くというよりはそういう地域の課題に寄り添っていくような働き方が出てきているんだなという印象を、まあ、受けました。まあ、そんなところでしょうかね。で、そういう意味ではもう、まあ、左前の経済にこれからどんどんなっていくわけで、そういう時にどういうふうにその働いていくかということの中では、まあ、地域の文化的ストックみたいなことを、まあ、ベースにしながらどういうことを起こしていくのか、それを、まあ、なるべく小さいながらも持続的に展開していくということが、まあ、肝要なんだろうなという印象を、まあ、受けました。まあ、なんかまとめばっかりですが、それちょっと、唇を切らなくちゃいけないので何か言わなくちゃいけないなと思っていることはですね、
まあ、街づくり市民事業っていうのはどうもなんか街づくり市民って概念を広げてるけど事業っていうふうになって、まあ、最終的にその空間的な点みたいなものにですね、こうどんどん落とし込まれているような、まあ、それが狙いなのかもしれないんですけども、逆にこの面的な広がりとの、ね、関係が薄れていったんじゃないかなっていう印象を受けたので、ただその辺はどう考えているのか川原さんに聞いてみたいなというふうに思います。あの都市と作る仕事の方の議論はですね、あまりその物理的空間的な改善にこだわっていなくてですね、まあ武田さん の, あのプレゼンにあったように都市のムードとかですね、都市のシーンとかですね、あんまりあの物理的な改変にこだわってないんですね。あの都市の文脈みたいなものを生かして、それをこう、まあ、活性化させてシーンとかムードを作っていく、それで十分なんじゃないかっていうような、まあもちろんあの物理的改変もする場合もあるんですけれども、そういう、まあ、立脚点があって、その辺がちょっと、まちづくり市民事業でこだわっているところと私たち都市の仕事の立場の、違いが明確になる部分かなというふうに思ったので、その辺も議論してもらったらなというふうに思います。それから、まあ、ちょっと職能の議論を今日しなくちゃいけないので、議論になればなと思うんですが、やっぱりまあそれは街づくり市民事業も今回私たちがやってる都市を作る仕事も結構まあ一緒だなと思うんですが、その社会的分業を、まあ、例えば建築家は建築を作っていけばご飯を食べれるっていうのか、都市計画家は、きちっとした都市計画をしていけばご飯を食べれるっていうかっていうことに関してはなかなか難しい現状が多分あると思うんですけれども、それはその、社会的分業が、まあ、過去から社会システムみたいなものがちょっとこう、 うまくいかなくなっている時代であるので、まあ、どちらかというと自分たちのコントロールできる小さな、まあ、地域の中で、まあ、ガバナンスしていきながら緩やかに調整していく、だからこう何か建築を作ればそれで私は終わりっていうようなことではなくて、何か、他のこともうまくつながるように調整しながら建築を作るだとか、なんかそういう仕事の、まあ、なんていうんですかね、ことをまで、まあ、社会的分業がやってくれるんじゃなくて、自分もそこまでやらなくちゃいけないような、そういう仕事のありようになってきたんじゃないかなというふうに思うので、この辺も、まあ、あのどう考えていくのか、議論になればなというふうに思います。5分だとこれで夢終わらなそうだな。もう10分しゃべる。変わりましたねと言われたけど、変わったのは山崎さんですよ。なんか紹介してもらった事例がもっとこうやってる人が褒めがあるような気がするんですけど、なんか、まあ、もう切り口がすごくふわふわしてるような気がしました。正直なんでしょうね。で、まあ、ハードル、今のちょっと答えでいくと、ハードを作ることが小さいところに修練していくということではなくて、我々は、都市に関わる人間というのは、まあ、ハードルというんですかね、その地域の人がこうなんか投資がしたくなるというようなことをもっと考えるべきなんじゃないかというふうに、まあ、最近僕は思っているんですよね。だから必ずしもハードができなくてもいいのかもしれないですけど、なんかつなぐとかはすごく緩いんですけど、つなぐだけでも物事が動かないことが非常に多いと思うんですよね。まあ、どうやって動かせる体制にしていくかということがないとやっぱりいけなくて、そこをいろいろ議論してきた、あるいは試行錯誤の結果が、まあ、各地でこういう市民事業の形になっているんじゃないかと思って、でもちろんそのハードを作らなくたっていろいろこう地域の課題を解決していくような、まあ、その経営範囲を持ってある人たちはあるけれども、もっと店舗の進めるためにいろんなハードっていうのを逆に我々は考えないといけないんじゃないかというのが、まあ、一つ言えると思いますね。それによってこうよりその地域を運営していくという、むしろ広がっていく動きになっていく。今日はちょっと話せませんでしたけど、
はやはり町作り会社が例えばですね一つで仕上がることによってどこの地域が刺激を受けるんですね。何かやろうっていう時にやはりその町作り会社が持っている例えばノウハウを欲しいんですけど、町作り会社がですねそのどこの地域に増えたなんかプロデュース、まあ、地域運営を始めているようなのでポロポロあるんですよね。まあ、こういうのは一つができることによって、むしろ広がっていくというでそれを、しかもですね何か事業をやらないと人はやっぱりこう強い力でつながっていけないと思うんですね。そういう意味での事業を動かないと大切だと思ってますね。まあ、事業は多分こちらの議論でもやってるんですよね。例えば大阪さんに見えないとかねそばでとかだから事業をこうやってるんです。それでそれはコーディネーションしてそれはいろんな地域に展開していくし他の地域を真似したいみたいな議論も大阪さんに見えないとかでは聞かれていたしだからそこの事業に関する共通性はあると思うんですよね。だからやっぱり佐藤系は最終的には外交を物理的に改善したいという その点に対して会場の皆さんも含めてご意見されては、まあ、その佐藤系の改善したいというのはいいんですよ。そういう話だからね。だけど町づくりあるいは町づくり市民事情ということにおいてハードっていうのはやっぱり大事だよねっていう立場を取るのか、うんまあ、もちろんそういうことが必要ない場合もあるんですけれどもじゃあ私、まあ、ある意味そういうことが必要ないときは、まあ、佐藤健はもちろん皆さんもういらないんじゃないのってはっきり言うと、まあ、そういうふうにも思うんですが皆さんいかがですか。どなたかこういった新しい都市計画まちづくりないしは食堂においてハードというのをどう考えられるのかということに関してご意見ございますか。誰も言わない内藤さんとかそうですね。じゃあもう少しこちらの方で議論をお願いしますけれども、まあ、佐藤健は作りたいんじゃないのっていうのは、まあ、分かりやすく言ってますけど、いやいや、それこそは、昔の見方です。ちょっと逆に質問したいんですけど、非常にその研究メンバーが、私は、どういうスタイルでいくのかみたいな思想的な私はっていう感じだったんですけどもうちょっと都市に関わる人間っていうのは社会的なミッション、まあ、使命というかねそういうものをやはり意識して、やっていく必要があるんじゃないか。表に出てる活動は、少し趣味的だったりプラタモリ的だったりとかこうあるんだけどもでもやってる方々はその後ろに目指しているものがあるんですね。そこを汲み取っていかないといけないのかなって気がするんですが、いかがですか。向こうがどうがいいかなと思う。ビルマニアカフェだよ。ちょっと今頭の中がちょっと何か質問も理解できてない。ごめんなさい。でだから、はい、まあ論点1の相違についてのところで見てもらったら、まちづくりの理念というキーワードがあるんですね。これ結構佐藤研で使われる言葉で、まちづくり市民事業の言葉に、その人にも書いてあったんですけど、まあ、佐藤先生から習ったのは、社会の空間の市民像が必要だみたいな話です。よかったですよね、違います。違います。で、どちらかっていうと、その、まあ、非小説的だというような議論があったんですけど、私たちはそういうその自己満足みたいなもの、例えば、戦後建築っていう注目されてないものを面白がっちゃうっていうセンスみたいなもの、みたいなものも、その、公的な、ある意味新しい公的な意味を持ち得るんじゃないかっていうスタンスでもあるんですね。それで、多分武田君が、発表したところが一番よくわからないって言われたところ、だったんですけど、ある意味ではそういう自己満足的なことを彼らはやっているんだけども、それがある種の何て言うのかな、コモンセンスになってくると、都市の、まあ、意味的に変えうるパワーを持ち得るんじゃないか、まあ、空間的には変わらないかもしれませんが、
なんかそんなようなことをもう少し思っていて、そこはそのまちづくり専門事業って言っているようなスタンスとちょっと違うかなと思うところなんですよ。こうまあ職能の話だよね。すみません。だそういう人はいて当然って言って、むしろ昔よりそういうのが非常に評価されるたり、あるいはそういうことやれる人がたくさん増えてると思うんですよね。うん、そういう動きをそういうふうにこう都市の側の人間が、まあ、うまく使っていくというかね、ムーブメントだよ。ムーブメントだから、それをだから使うっていう、なんかこの、なんていうかな、道具的に見てるんだけど、うん、なんていうの、もう自分でいいやっていう感じなんですよ。これだったら、いや、でもその人は、どういう仕事を。だから、そういう仕事が、二族の笑いとか、二族の笑いとか言って、職能を持ちながらも、そういう感覚で持って遊んでいて、遊んでいるところで職能が必要になったら、職能を使ったりとかっていうような働き方もある。だから、あんまりその、なんていうのかな、そうなんですよ。分けられないっていう、その働き方の生き方が、距離が近いっていうこともあったんですけど、そういうその職能全般で、働いているわけではないというか、でそういう、まあ、自己像みたいなところのありようも社会化していくことによって都市は変わりうるし、だから職能だけで都市は変わりうるんじゃないんじゃないかみたいなところもあるかなと思います。それはそれでいいと思います。まあ、二足のわらじって言いましたけど、それを、仕事以外の、その自分の、まあ、趣味というんですかね、自分の独自の関心からやっていくという、うん、まあ、一方でありますよね。それはそれでいいと思うんですよね。で、たださ、それを、せっかくやるんですから、やっぱり、もう一回仕事の方に持っていくみたいなことも、感じて、感じたときに、その時には、私の趣味とか、私の関心から、地域の関心というような、公益化というんですかね、の方に持っていかないとなかなかならない。それは持っていくね。その方向を、まあ、それ結構、今日出てきてる人は意識的にやってる部分もあると思うんですよね。はい、でそういうところを、なんかもっとこう、うまくね、表現だったり、まとめられるといいのかなと思うんですけど。なんか、こっちのことは笑いで、なんか、すげえ。そちらの話はすると、今日紹介された方々はね、素敵な方で、まあ、多くて私も思うんですけども、いいことやってるな、いい意味で輝いてるなと思うけど、それを見てるあなた方は何したいのっていうのは全然わかんない。今、例えば、パーハブの場だったら、自分がこういう授業をやっていくの。で、これが一つのモデルだから、そこに参入してもらって、建築の人、そして建築の人参入してもらったら、そしたら仕事、まあ、次の新しい仕事スタイルがあるんじゃないかっていう提案だと思うんです。だと、まあ、割と分かりやすいんだけど、あなたたちは、次世代生の方は僕たちも相手になりたいと思ってるのがね、それとも相手たちが生まれるような、生まれが働きやすい、あるいは、動きやすいような社会システムをどうやって作ろうかっていうのを次考えようとしてるのかね。それともいいなと思って評論家的に見てるのか。あなたたち何をしたい。僕は答えていいんですけど、それに黙ってなくていいんですけど、僕は何か軽く感じた。まあ、どれがやりたいというと、まあ、全部やったらいいというか、全部やりたい気がしますし、今、まあ、今回得たエッセンスは、まあ、どの今後の、仕事をしていく上でも、まあ、役立つエッセンスだと思っているので、まあ個々のケース、それぞれそのようになりたいと思いませんけれども、そこから得られた、まあ、さっき川原さんがおっしゃったみたいな、まあ、自分の趣味的なものをどうやって効率化するかというようなノウハウだとか、そういったものを、まあ、どういう仕事においても活かせるものだと思うので、まあ、そういうところは、エッセンスとして吸収して、まあ、僕たちなりの、まあ、そういう意味ではまだできていないという批判はその通りかもしれませんけど、僕たちなりの今後のプロセスを仕事に反映していきたいなという感じはすごいします。それから、まあ、いろいろなメンバーがいるので、もちろん教育者もいれば、実際の自分のやつもいるので、まあ、そういう立場において、まあ教育の現場でももちろんそういうことを伝えていかないといけないなと、自分のや
参加したきっかけっていうところが、最初佐久間さんもおっしゃってましたけれども、一体自分の仕事って人にどう伝えるんだろうかというところが非常に曖昧ですから、例えば、まあ、おじさんであったり、子どもたちであったりっていう人に何をしているのかという時に、一体何をしているかを伝えれるかということがわからない、なかなか難しいなということの中で、一体今、組織を作る仕事っていうのはどういう仕事の仕方があるんだろうかというのを見てみます。でその中で、まあ、我々の世代というか、まあ、若い方々というのはもしかしたらまた、これまでの従来のいわゆる何体験事業大会発であったりステージであったりというのとまた違う、組織の作り方働き方というのがあるんじゃないかなというところを、まあ、見つけ出してですね、まあ、その組織を作る仕事にはこういうものがあるんだこういう関わり方で仕事を組織を変えていけるんじゃないかというのを、まあ、見つけて示していければいいなというふうに思ったのが、まあ、一つの忘れちゃったですね。こんな言うのもいいです。まず前田さんの投げかけについて何をしたいのかということについては、成田さんと同じで最初に申し上げた通り理解をしたいというのがありますけれども、もう一つはだからただだからその学生に何を身につけさせればいいのかとか、あと学生にじゃあどういうスキルを身につけさせて社会に出すのがいいのかっていうことについては、例えば今日というかずっとこの数ヶ月やってきたことで頭目いっぱい広がってるんですけども、じゃあその広がったまま全部それをそのまま学生に持って社会に出してあげられるかっていうと、まあ、その頭の中の整理というのはさせてあげると思うんですけども、じゃあ具体的なスキルっていったところにはやっぱ既存のものにやっぱ触らざるを得ないのかなというのは今仮の答えとして思っています。でもう一つ思ったのはですね、そのお前が何をやりたいんだっていう問いですよね。それ自体がいいどういうことですか。ありがとうございます。軸が相手にある主体が自分の中にないっていうような、そんなことを表明してお前はこの先いいのかってちょっとドキドキしながら喋ってますけど、この10人の方ってこの半年間いろんな方で話を聞くことで何か得てきたこと、学んだことっていうのはそういうことといいますか、何がやりたいのかっていう前にまず相手の話を聞いて何に困ってますっていうところから自分を組み立てていくっていうような、なんか誰やねんお前って、お前はどういう人になっているのかっていう、ちょっと誰かに助けてみて要するにだから自分だから特に学生なんかに、例えば君は何が同じように何が、やって生きていきたいなっていう問いかけをして、これを例えば建築家になりたいと言われた時にそれをサポートをきちんとしていけるのかっていうのは僕らも悩みであって、じゃあ頑張ってです背中を押して建築家にさせるっていうことがこのご時世もしくはもっと先の時期の中で応援していけるのかっていうことを悩むわけですね。だから同じようにだからやっぱりニーズによりと、だから自分たちの意思によってこれを獲得するんだっていうような、まあ、職業人道みたいなものが成り立ちにくいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。なんか逆言ってることでやってることは僕は逆かなと思ったんですけど、地域のニーズに寄り添って行かなければいけないですね。やっぱりそれが自分の趣味で、さっきも言ったとなんか一見自分で楽しんでいるようでいながら、そこから、同じ思いを共有できる人たちが何かこうグループを作って組織を作ってもらうと、そこである意味こうなんかこうワクワクして自分でそこに何か投資をして、そうやって町が元気になっていくんだと思うんですよ。っていうことをできるのは計画を作れるかの人間であるんです、ね、そういう職務であるべきですよね。ハードは作るんだけど別にいいと思うんですけど、仕掛けを作ったりそこに、仕掛けを作ってそこに人が集まって何かものが新しい動きが作れるというそこ
ところに、まあ、行けるはずなんですが、はい、できるんですよね。これさっきの、だからもう多分、でまあ、要は、他の人の何か、まあ、仕事って言ってもわかるんですけど、他の人の仕事を作っていく。あるいは、他の人が投資できることをうまく作っていく。で、二足はないのはずっていうのも、一方でこの従来型の仕事の仕方をしながら、そういう新しいことをチャレンジすることによって、まあ、ある意味こう、経営感覚、そういうものが何か動かせるものになるかっていうのを、まあ、ある意味学んでるような感覚もあると思うんですけど、そうです。いやだからそれはその通りで、その計画を作る人たちっていうのはそういう、まあ、プロジェクトマネージメントみたいなことをプランニングしていくノウハウっていうのはあって、でそれがだから多分町づくり市民事業を進めていく上での重要なところであるというふうに思うんですが、それでも一人の人が全部を統括しているわけじゃないわけですよね。だから多分一人の単位として仕事の意義みたいなことを考えるとね、そんなに、なんていうの、っていう状況ですよね。だけど、まあ、ほとんどと長く持続的に仕事をすることで、まあ、やっぱっていくということだから、その事業としてはそれで成立しているかもしれないけども、食堂とか、職業としてね、それが、まだ、まあ、もちろん大きな、まあ、自分の事情であればね、確立していけるんです、いるんでしょうけども、存在のものはあまり多くないわけですよね。だから、何が言いたいかちょっと分かんなくなったんですけど、なかなかそれが職能としてきちんと提出して、こっちに来なさいとは言えない状況なんじゃないですか。だから、やっぱり二足のわらじだったり、他のところに踏み出していったりというような、どっかの自力を持ちながらも、そういうこともやる。だから、職業の。範囲を拡張しなさいとか、そういうことも多分文章に書かれていると思うんですけども、そして、まあ、守るべきところもありながらも、他のこともやっていくっていうような、多分、仕事の仕方とか、っていうようにならざるを得ないんじゃないかなと思っているんですけど。枠を広げた部分が、なんて言うんだろう、職能の話をするならね、仕事になっていくような、可能性を追求しなければいけないじゃないですか、うん、そうだったら、もしそういうことをしなければ今までの従来型の仕事の仕方の中でしかとどまらないですよね。そうです。事業規模を拡大していく、だから新しい、例えば、人をつなぐということが、それが、まあ、地域にとってものすごい新しい動きを積むというのが可能性が見えたのであれば、それを成り立たせる仕事の仕方っていうのを先駆者はあり続け、まあ、研究者の人たちとかは本当なら伝えたいよね。確かに僕も民間コンサルタントにいたから、なかなか仕事の仕方が難しいですよ。だからやっぱり、結局行政から仕事をもらっているのは私じゃないですか。そうじゃなくて、市民が今やりたいって言って、仕事をしてもらって、市民からしっかりと仕事を一緒にやるみたいなことだって、もっとあっていいと思うんですね、むしろこれからそうだと、そういうものも本当は一定数あると思うんですよ、まあ、ちょっとこの、ね、大震災が来て、全然変わっちゃったような気もしないでもないけど、でもそういうものが、もういろんな事例から見ても、やっぱり期待されてるわけで。それに対するアプローチをですね、それぞれの、ね、私の視点から、それをどういうふうに、新しく、まあ、していくかっていうのの視点が、この平仮名の文明の中に、縦に通ってくると、非常に読んでてね、夢のある本になるのか分かりませんが、どうかなって。まさに頑張って書いてくるんですよね。違います、こちらの方です。今アプローチという話があったんですけども、まあどこから仕事をもらうかという話、行政からもら
されている方々っていうのは、そういう仕分けじゃない、市民からもらうとか、行政からもらうとかっていうのではなくて、ある時はそのコンサルタントとして、その行政からもらう仕事の仕方をしてるんだけれども、ある時はその市民の中に入っちゃって、自分も入っちゃってて一緒にやったりする。その市民団体としての、町への関わり方と、コンサルタントみたいなその職能としての関わり方っていうのが、区別ができないような働き方をすることによって、実は仕事がつながっていく。まあ、そういうやり方が出てるんじゃないかなと思います。だいぶ時間が経ってますけど、会場の方からご意見とご質問とか、何考えてはるのっていうのは、ないでしょうか。こうやって、なくてがない。なくさん、道路感じたことが ありました。一つはね、福祉の作り方っていう概念と仕事の仕方っていうのは混同されて利用されてるんですけど、福祉の作り方っていうのはいろんなグループの人もらって、多分皆さんが今日ご紹介してくださったようなやり方っていうのが福祉の作り方で、その食堂っていうかプランニングっていう概念を持って仕事の仕方って考えたときには、今日紹介していただいたさまざまな都市の作り方が一体どういうプランニング、それは何がいいか分からないけれども、何らかの専門性の中で読み解くとどういうことなのかっていうのがあんまりよく分からなかった。もう一つは小さいことを見つかるということをしたとしても、やっぱり目標を持ってますよね。街の道だったりとか元気になりたいだったりとか、だから多分この今日紹介されたことも一つ一つは小さいことかもしれないけど、さっきからさん何回も言ったように、何らかの攻撃でだったりとか、何らかの目標だったりとか、何かあるはずなんですよね。ある本人だって持ってると思うんです、彼らはある程度。それが明確によく分からなかったっていうか、ここを、あまり意識されずに何をやってるかということだけが紹介されていて、そうすると やってることは分かったけれども、じゃあそれは何なのっていうところが分かりにくかった。そうそう。で、3つ目は要は事業っていう言葉を使っていると、要は稼ぎ方ですね。その職能となるためには生きていくわけだから、その確かにその行政からお金もらったりとか、市民からお金も混然一体となっているその人が生活に稼げるっていうかもしれないけども、まず整理をしていくと、そうじゃない稼ぎ方があってもいいんじゃないのっていうのは多分母さんが言っていることで、事業を作るっていうことは、だからその今の説明は今の枠、現在の、枠組みの中でしか利用がされていなくて、その行政からもらうとか市民からもらうじゃないお金の作り方、お金の回し方みたいなものが彼らの動きの中からなんか見えると面白いなっていう気はします。ありがとうございます。まさに、そうだなと思ったんですけど、確かにその僕ら川原さんのプレゼンはどちらかというとこういう時間を追ってこういうふうに目標に向かってことが展開していったっていうプレゼンテーションなので、すごく分かりやすいプレゼンテーションだったんでしょうけども、私たちはどちらかというと現時点で把握したものの広がりみたいなものをどう捉えるかっていうようなところがあって、それがどちらの方向に向かうのかみたいなところまでちょっと言及できていないっていうのが、実際のところだなというふうに思います。ただ一つ言いたいのはですね、この言いたいというか変なものを定住とフラクタルという形で変な図を1個つけているんですけれども、一部ではブロッコリーと呼ばれてますけど、どうもそのいろんな小さい細かいことっていうのが多様に広がっていくっていうのは十分一人事業でもあると思うんですけども、なんでこんなことしたかっていうと、昔の仕事っていうのはかなり大きく一番根元の部位というかですね、大きくドカンと1個やれば仕事になったような、
ものがあったんじゃないかと思うんですけど、これ、まあ、時間経過の最初の方に行くように、まあ、木が成長するようにですね、なってるんですけども、でも現時点はこのどちらかというと上の方の表面のところを撫でるようなですね、小さな部位がいっぱい集まって、これをいっぱい集めないと、この一個の部位、下の一個の部位ぐらいのっていうことにならないような、そういう細かいことを集めないと、仕事が成立しないような現実も実はあるんじゃないかっていうところがあって、要するに一つのことでこちらの方向に向いているなんて言えるような、状況でもないので、私たちは語れないと。いうことなのかもしれないとも思うんですね。だからとにかくいろんな細かいことを、まあ、やるというような状況で何がやりたいのかというよりはそういう状況にとにかく寄り添っていっているということなのかもしれないとも私はちょっと言っておきたいと思います。一つはですね、答えられるところから言いたいと思うんですけど、ありがとう、まずご指摘ありがとうございます。のと、なるほどなっていうか、そうだなっていう面も確かにあるなと思って聞かせていただいたんですけども、一つは、そのお金の話を私たちもかなり関心を持って、突っ込んで聞きましたよね。聞いたんですけども、あんまり返ってこないんですよね。まあ、今思えばですけど、例えば既存の、コンサルタントという会社で、稼がれていたりとか、あるいはなんかそのお金を作るということ自体にあまりそのいやこんな話していうか、でも、作ること自体にそんなにこう執着されてない、結果としてお金がついてきている、よく言えばですけども、そういうことなのかなというのをお話し聞きながら一つ思ったことの一つと、あともう一つは、じゃあ、その行く先の目標みたいなことなんですけども、それがあるのかなっていうのをお話し聞きながら思いました。で、とりあえずその、こういう規定なり、そのみんながハッピーになったりとか、その住んでる場所を良くしたいとか、楽しく人とつながって楽しい場を作りたいとか、なんかいい場所を作っていきたいとか、そういう言葉で語れる思いみたいなものは多分皆さんもう一つとして持ってらっしゃると思うんですけども、あえて整理すればですけど、なんかもうライフゲームじゃないですけども、その一つのセル、自分が一つのセルだと理解して、どこへ向かうのかみたいなことっていうのは、多分プログラムされてなくて、プログラムがなくてもいいというか、プログラムがあっても役に立たないというか、むしろその、つながっていくその場その場で、どういう回を出していくのか、この人とつながって、こう面白いと思ったら、こうやっていくって、言ってしまえば切な的でどっちに向かっていくのか分からない空っぽな生き方かもしれませんけども、でもなんかその場その場でなんかこうその状況に変わりゆく状況に合わせて一つずつ答えを出していってなんか道を作っていく、で結果として道ができていくっていうような、なんか目的とか目標とかっていう言葉ではないですけど、振る舞い方であったって振る舞い方を確認できたっていうことは、言えるのかなっていうのは今思います。とはいえ、理解のためにどちらに行くのかとか、っていうことは、なんか、きちんと僕らも言葉にできてないところがあるように思いましたので、それは、と言いながら、頭が返ってきてよくわかるんですよ。つまり、今、なんかこう、例えば、関西では目標上が見えにくかったりとか、どういうふうにしていいのかわからなかったりとか、でも、一個一個決めるときには、何らかの価値観だったりとか、何らかの意思決定を専門それぞれの人の立場、職能の中で決めてるはずなんですよね。むちゃくちゃやってたはずなんですよ。で、それがすごく大事で、それができることが一つの職能であり、それをちゃんと理論化して、その少なくともそれが次のプランにつながるような、目は多分みんな持ってると思うんですよ。持ってるはずなんですよ。そしたら私確かに今すごく分かりにくい状況ってあるのは事実だし、一個一個を挑戦したり協力したりして積み重ねていってるんだけど、でもそこでその間違えたら軌道修正するわけだし、よかったら行くってやっぱりやってますよね。その中の価値観の評価されていればって、だからそれができてるっていうところに職能ってあると思うんだけども、そういうところの視点がね、説明の中で分かりにくかったのも、もう少し丁寧にまとめるときにはそのあたりを意識した方がいいかなという気はします。他の、
まあ、寄り添った時の解決方法の幅を見るから狭めてはいけないような気がしていて、自分の、まあ、やれる範囲とかでやるんじゃなくて、まあ、我々は都市を作るというのがどの職能に関わっているんだとすれば、解決の方法として空間をいじることもできるんだよっていうような、スタンスというのは明確に持っておかないと我々の存在意義はなくなるはずなんですよね。下手したら社会学の人がこういうことはできるわけで、そういう意味で、やらなくてもいいんだけどやれるんだよっていう解決の幅をどう持っていくか、そこの視点なり、アイデアなり、あるいは方法論なり、今できてないけどそこを変えなきゃっていうようなモチベーションは持っていかないと切り開けないんじゃないかなというようなと思います。ごめんなさい、いや、僕たちもその、まあ、今日十分お伝えできなかったかもしれないんですけども、なんか空間のこだわりみたいなのは別に捨て去ってるつもりでもないですし、研究会の合意事項として、やっぱそのこれまでの都市計画が やれてること、やってること、それがベースになっていることっていうのは、きちんとリスペクトしようというか、それは、ね、それをやっぱないがしろにしてしまうと、自分たちがやっぱり刺されてしまうというのは、きちんと合意事項として持っているつもりですので、それは大事にされているのが一つと、で、まあ、やってること、伝えられてることっていうのも、ふわふわ系の、なんか、お前らどこの誰やねんって話だと思うんですけども、やっぱりでもそういう、なんか、あるテーマとあるテーマを束ねられるっていうのは、なんか、その空間について考えるトレーニングを受けることのだけっていうつもりはないですけども、なんか空間のトレーニングを受けてる人っていうのは、やっぱりいろんな要素を束ねて調整して、なんかきちんと理論化できてることが分かりませんけれども、なんか形として示すようなトレーニングを受けてるって言って、それはやっぱり今求められてるんじゃないかなっていうのは思います。で、うちの今いる所属している学科っていうのは、なんかその土木系というかエンジニア系の人とプランニング系の人が混ざって演習科目をやるんですけども、そのやっぱりその破綻するっていうんですか、途端に演習の課題になるともう頭が混乱するような子がやっぱたまに出てくると思うんですよ。でやっぱそれはそういうなんか何ですかね、やっぱその辺をちゃんと言葉にしないといけないですよね。でもまあ、でもなんかそれ場の成り立ち用の理解をするとか、それを解釈して解明するためにどう伝えるのかっていうようなトレーニングっていうか、それも職能の一つって言っていいのかな、ちょっと今日曜で喋ってますけども、なんかそういうのが多分僕らのよりしろになるんじゃないかなっていうのは思って。ランドスケープデザインの編集者やってます、小内と申します。今日は竹田重明さんが出られるというふうに聞いて、来たんですけど、まあ、前提として、まあ、どういう回になるかちょっと分からなくしてしまった自分も悪いんですけど、一点一点思ったことで、少しその本を作る上でもし参考になればと思ったことで、仕事っていう概念を皆さんがどう捉えてるのかっていうのをもうちょっと整理してほしいなって思っていて、特に20代とかの人たちが考えてることって、もう生きることが働くことみたいなことってすごく意識はされていて、お金をもらうっていうことっていうのがもう少しなんか今までの解釈で働ききれないところでもう体が動いてしまうっていうところでやってたりとかする、なんかそういうのをもう少し気持ちを探ってほしいなって思うことと、あと先ほど開くとかつなぐとかそういうまたるとかっていうカテゴリーライズがされてましたけど、そういうのは必要ないと思うんですね。あまりそうやってカテゴライズすることで見えてくるものを狭めてしまうと思うんですね。もう少し一人一人の
人たちの仕事を丁寧に見ていくことが大事だと思っていて、それで丁寧に見ていくことの中で必要だなって思う見方は、多分新しい働き方をされているんだって思うとしたら、その背景にはその働き方が生まれなきゃいけなくなってしまった社会的課題みたいなものがあると思うんです。それをどう答えたらいいんだっていうことを真摯に向き合った結果仕事になっているってことだと思うので、その辺の仕事が生まれる背景みたいなことから探ってもらえるとすごいいいかなっていうふうに思います。本店音楽院大学の井出と申します。2ヶ月前まで川原さんと同僚で招待されていたんですけど、その頃は川原さんみたいな研究内容というか全然存じ上げなくてですね、今日初めて、勉強させていただいて本当にためになりました。ありがとうございます。で、大阪市内は私京都都市研究科で集中講義毎年持ってるんですけども、4年前まで私は大阪に住んでまして、その時は関西で町づくり論をやってた方々は創造都市論の話と町づくりの話をリンクさせて話しようとされている方がかなり多かったと思うんですね。で、今回のですね、お話を伺って開くのお話をされてた、武田さんはその創造都市的なイメージを私伺ってて感じたんですけども、関西都市計画の学科的研究者の中では創造都市っていう考え方自体はもう過去の考え方になってるのか、もしくはそのさまざまな立場上ですね、創造都市と4文字を使いにくい、その行政からお金取らなきゃいけないとか、そういうことがあったんで、ものがあるのかっていうのが1点とですね、差し支えなければ残り2方のつなぐの有田さんと変えるの、おばさんにですね、創造都市の兼ね合いがあればお話伺いたいと思います。別に創造都市という言葉をあえて避けたとかそういう気持ちは全然ありませんけれども、今回私がご紹介した大阪サビメガネの活動が、創造都市と呼べるかどうかの、厳密な検証はしていないというか、そういう意味では大阪サビメガネの取り組みを、深く掘り下げて伝えることをつもりではあるんですけれども、それが結果として創造都市っぽく伝わったのかなという感じがするんですけど、特に別に大阪で創造都市がどうこうという話はピンクになっているかそういう話は全然ないと思いますので、ただ、横浜とかですね、その欧米で言われるようなその文化首都だとか、なんかとアートを導入したとかっていうような話とはかなり、異なるような出自でもありますし、もともと今、今年も盛り上がろうとしています水戸大阪とかというのは、市民を、中心とした、市民を巻き込みながら、事業を、区と市と経済界と一緒に作っていくというような事業のスキームですので、それを創造都市呼ぶのであれば、創造都市かもしれませんし、そんな感じで答えになっていただきたいですね。なければ、はい、ありがとうございました。立命館大学で建築では全然ないんですけれども、文学部の宮崎君と申します。すごいジェネレーションギャップを感じられる回だなと思いながら聞かせていただきました。ちょっと思ったのが、僕もどちらかというと、そちら側にの考え方なのかなと思ったんですけれども、それがどこから聞いてるのかなということをちょっと今考えてて、なんか一つ、その今の20代とかで考えて、仲間内で話していることが、もう魚の上の雲はもうないよねって話をしていて。日本がこれだけ課題先進国で、今までのロールモデルみたいなものを信じられない中で、どうしていったらいいんだろう、そのモデルをもう一度作らなきゃいけないねっていう話の中で、一つ左の方々がやってらっしゃることすごい面白いなと思ったんですね。建築にしても建築がこれだけ余ってる中で、どんどんタイムみたいなものが少なくなっていく中でどうしていったらいいのか、それを考えたときに一つその職能みたいなやり方が職能になっていく、あるいは、どんどん広がっていくようなやり方っていうのが一つ面白いかなと思いました。で、お聞きしたいのは、それぞれ
変わってんだけど。すいません。すごい。ロールモデルとしてどんなものを描いているのかなっていうところで、その建築家あるいは街づくりの専門家が10年後に どんな人材になっているっていうのが、皆さんの思っているその職能層なのかっていうことを聞いてきたかなと思いました。ちょっと答えにくい質問かもしれないですけれども、よろしくお願いします。じゃあ左、じゃあ右の世代、僕右代表なのなんか、なんか、ちょっとこの僕のメモの論点2の仕事についてっていうところ、最後のこっちを見てもらいたいと思うんです。農家に例えたらすごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。昔は専業農家っていうのがあって、いっぱい田んぼを持って、それだけで食えた農家があったんですよね。だけど、まあ、農業でやっていけなくなって、ほとんどが兼業化してるんですよね。そういう自体も別に職能とかを別に否定するわけではないし、それは立派な職能だと思うし、動く石を横手する立派な職能だと思うんですけども、それだけで食べられなくなったらどうするかって言ったら、やっぱり冬は出かけに出るとか、そういうことになってはならけないと思うんですよね。だからそれは働き方の問題であって、今回その仕事について職能層を考えるというのなんですけど、どちらかというと、その私たちは働き方を議論しているところがあって、だから多分専門家っていうものを自分が強いこれで食えるんだっていうもので生きていけるような時代でなくなっていくと想定すると、どうしても兼業専門家にならざるを得ないんじゃないかって思うんですよね。だから自分の強いところを磨くだけじゃなくて、他の何かコーディネーションができるとか、手をかけるとか、ビデオトレーニングとか、ですけど他のものを磨かないと、働き方として辛くなっていく。もちろん中心となるものはこれだっていうのがありつつっていうことの働き方に変わってくるんじゃないかな。まあ、右か左か分かりませんが、それで使ったと思います。川原さん、ちょっと頭の整理をもう一回しますけど、じゃあ分かる、分かってみる。まあ、反省グループ代表でいいかどうか分からないですけど、具体的にどういうロールモデルが描けるかというと、私自身なかなか描けないのが正直なところですけれども、例えば人口減少の話だとか、今回の震災の話もあってですね、課題が本当に、これまで、歩んできた都市計画の歴史とはかなり違う、多様な複雑な課題に直面するということは確かだろうなと思います。でそれは、ちょっと言葉を選ばないといけないかもしれないですけど、逆に言うとすごい、我々が今後10年可能性がある、新しいところに挑戦していける可能性があるということも感じているので、それの、一つの最先端の事例として、今日代表をご紹介した10の事例の方々がいて、彼らの課題に対する向き合い方とか、そういうことが参考になって、今後、僕たちが実際に関わっていく課題の解決に当たっていきたいなという、ちょっと漠然としていますけど、それぐらいのことだと思います。伊田です。その働き方というか、都市計画とかそういうところでの、働き方を、彼らの、いろんな方々の話から見てきたっていう話では、一つは例えば都市計画とかそういうところで大きな理念とか、方向性とかっていうのをやはり、我々もなんかこう作ったりもしますけれども、それで町の方向性を示すだけじゃなくって、個々の人たちの気持ちをどう、前に向けるか。例えば、これは同じ話もあったんですけれども、5人集まった時に昔は良かったねっていう話じゃなくて、今後この先どうしようっていう話をしましょうっていう、提示の仕方をするとかですね、そういうところから の大きな街づくりの方向性っていうのを変えていけるんじゃないかな。そういう関わり方っていうのは、これまでにあんまり、専門家としてしてたのかしてなかったのも、もしかしたらしてたら申し訳ないんですけれども、それがもっとクローズアップされてきたのが今なのかなというふうな気がしました。で、それが本来から他にもちょっとご指摘あったんですけども、やはりそうカテゴライズすることで説明がなかなかしにくくなってしまうというところがあったのは、やはりそれぞれ個人のバックグラウンドというか、どういう背景の中でその仕事が出てきたのかというところが、隠れてしまわないような形で、ちょっとまとめていきたいなと思いたいなというふうには思います。で、その次にちょっと言わせていただきますと、伊勢さんの方からご指摘あった創造都市という考え方というところで、つなぐという人たちが、紹介されあったかというと、直接そのキーワードの中ではないんですけれども、形
その街を作っていくという取り組み方ではなくて、その見てきた人たちというのはその関わった個人の人とか人のその、気持ちとか心の見持ちようとか見え方っていうので、その街の雰囲気が変わってくる、モードが変わってくる、まさにその形が変わったかのような形に、見えてくるというような作り方を、彼らはしているんじゃないかなというのはちょっと感じるところはありました。喋らせていただきます。ですね、お二人の方、三人の方ですかね、ご質問ありましたけれども、やっぱり丁寧に聞いていく必要があるだろうと、それは思っています。それで、私個人的に、この10人の方々を見てですね、思うことがいくつかあるんですけれども、皆さんそれぞれやっぱり熱い思いを持っている、まあ、自分なんですね。で、課題をしっかりと認識して、それに対して自分でまず取り組んでみる、もしくはチームを組んで取り組んでみる、そういう熱い思いを持っているということですね。で、それから、その中でコラボレーションをして、取り組んでいく。で、今までのコラボレーションっていうのは、やっぱりそれぞれの専門家が寄り添って集まって何かに課題に対して解決していこうとしてましたけれども、今はそうじゃなくて、別の能力ですね。例えばプロデュース力だったり企画力だったり、そういう能力を持っている人たち、あるいはそういう能力を持ってなくて普通の一般の市民けど経験があるとか、チームをよく知っているとか、そういう人たちでうまくコラボレーションすることによって、町づくり、都市計画、都市を作る仕事が展開されているというのは非常に興味深いなと思いました。それから、もう一点、ロールモデルが、このどうなんですか、正直私はよく分かりません。ただ今多分都市を作る仕事のちょうど過渡期にあるんじゃないですか。そういった中でしっかりと今都市を作る仕事どういうことがされているのかっていうのをしっかりウォッチをして、それを皆さんに知らせるということは我々の役目でもありますし、そういった中で共通していること、共通していないことっていうのをきちんと書き記して、皆さんに、この場ではなかなかお伝えできないこともありましたけれども、お伝えしています。あと1分だけロールモデルの話。僕学生の頃、そのまさに飲み会で親父さんたちにですね囲まれて、お前ら何がやりたいんだって向かってきて、街づくりの企業を仲間に立ち上げました。今いろんな場面で仕事してます。NGO の職員、大学の教員、それからコンサルタント、それぞれで、かつ転職してます。それぞれで課長、部長、係長、なんか社長みたいなのとまた違うステージで会社とか働き方をどんどん変えていくようなのが、まあ、いわゆるロールモデルかなというふうに思います。まあ、ロールモデルは多分相当これから多様になるはず で、そういうロールモデルを自分で作っていくための準備を、あるいはその必要な技術は何なのかっていうのを、私は考えているということかもしれないですね。その一つとして事業というやり方もある。それは今までの ことを再開発とか学生みたいなのがもう古いとは言うけども、もうこの組合でやっていくっていう独特のものにこの学ぶべきものが相当あるはずで、それは学んで、そこから自分でロールモデルを、作っていくといいわけで、そういうものがないとなんかフワッとしたものしかできないというものになる可能性はあるというふうに思います。ありがとうございます。よくすいませんが、もうだいぶ時間をオーバーして9時8時50分になってますので、これで、ね、終わりたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。またご参加いただいた皆様ありがとうございます。2点ほど